はい、こんにちは。まーちゃんねるまえはるです。はい、ゴールデンウィークに風邪ひいて治って、で、その次、えいしんくん風邪ひいて治って、また風邪ひいて鼻声でございます。すいません。すいません。ほんとすいません。お聞き苦しいと思いますけど、ご勘弁ください。はい。ということで、今回はこちらでございますね。ミニミニトーマスの第2弾です。こちらですね、エシン君が小学校入学したっていう時にミニミニトーマスの第1弾開けましたね。それからセカンドチャンネルの方でもミニミニトーマスの第1弾をさらに5パック開けたんでね、はい、で今回第2弾なんですけれども、パッケージがね、まるっきり一緒なんだよね。で、なんかこれおかしいなと思って調べたら、なんとですね、中にこう入ってたあのすっごい大量のラインナップ、あれを4つに分断してこう販売してるみたいです。ちなみに第1弾は19種類ラインナップされてて、第2弾は20種類ラインナップされてるみたいです、はい、でパパはこの中でもメタリックゴードンとメタリックエドワードが欲しいかな、あとはね、ラインナップ見てると面白いのがロボットトビーとかロボットチャーリーとかいいんだよね、この辺が面白いね。スーパーヒーローヒーローとかね、あとモノクロルークとか、そうそうそう、モノクロルークも面白いね、はい、今回はですね、5袋購入してきましたので、こちら開封していきましょうか。はい。これまでに出たミニミニトーマスをちょっとお伝えしておきましょうか。まずこれがメタリックジェームスでしょ。で、これスクラフだね。で、これがウィンターパクストン。で、これがスティーブン。で、これがスーパーヒーロービクター。うん、で、これがディーゼルテン。これ普通のトーマス。で、最後にこれが海賊ソルティだね。これかっこいいよね、なかなかね。はい、では第2弾早速開けましょうか。いきますよ。中に入ってるラインナップ表は前と一緒だもんね。では何が出るか、コロンと出すよ。コロン、お、これってもう、これってネオンバッシュだって。ネオンバッシュ、あー、ダッシュバッシュのバッシュだね、ネオンバッシュ、一瞬トーマスかと思ったね。では2パック目、またコロンといきますね。2パック目、お、パーシー、普通のパーシーだ。ああ、よかった。よかった。やっぱね、トーマスとパーシーは普通の欲しいからね。うん、いいじゃん。よかった。とりあえずここまでいいよ。うん、では3パック目いきますね。よいしょ。おお。これってまさか。恐竜弁。恐竜弁。うわ、恐竜の骨。で、ちょっと後で細かく見てみましょうかね。はい、恐竜弁出た。すごい。あとはメタリックゴードンかメタリックエドワードが欲しいな。4パック目、コロンと、お、これってスーパーヒーローヒロもうダジャレみたいだね、スーパーヒーローヒロスーパーヒロヒーローでは最後の5パック目いきます。いきますよ、せーの、コロン、これはディーゼルじゃない、シドニーだって。シドニーでもダブんなかった。ダブんなかった、よかった。はい、こちらがネオンバッシュだね。どこがネオンなんだろうね、ちょっと色が派手になったって感じかな、それがネオンなんじゃない。そうかもしれないね、ここがグリーンになったりするもんね。バッシュとダッシュって言ったらね、木の機関車だもんね。で次にこちらの普通のパーシーだね、よかった、普通のパーシー、顔はあんまり似てないけど、まあいいね、ちなみにトーマスはこんな感じでございます。トーマスは似てるよね、よかった、仲良し2台が出てよかった、本当に、よかった、そして次が恐竜弁だね、横にこんなね、恐竜の骨のイラストが描かれてるね、これ結構すごいよね、なんか後ろにも土があるっぽいな感じなんだよ、発掘したっていう感じするね、顔は似てるね、ベンにそっくり、ベンがいるってことはビルもいんのかな。そして次にスーパーヒーローヒロだね、これなんかね、忍者みたいになってる忍者かと思ってるね、え、忍者だよねこれね、忍者ヒーローだったらいいの。あ、そうだよね、忍者ヒーローにすればよかった、黒だからさ、余計忍者っぽい。51番の番号もちゃんと書いてあります、はい、そして最後にこちらのシドニーだね、これは、紺色のディーゼルなんだね、シドニーっていたっけ、
ちょっと覚えてないけど新しいが出てくるんですよ。そうなのかな、それ知らないキャラクターだね、うん、ディーデルです。じゃあちょっと今まで出てきたミニミニトーマス全部つなげてみちゃう、うん、すごいわ、うわこれすごいわ、うん、これって、あ、これ楽しいな、うん、1個だいたい200円ぐらいですね、うん、カプセルプラレールやるのと同じぐらいかな、うんうん、だけどカプセルプラレールよりもちょっとクオリティ高いなと思いますね、うん、いろんなバリエーションもあるしね、うん、面白いよね、うん、今んとこ、ダブってないし、うんうん、これはしてみよう。ラインナップが多いからなかなかダブんないんじゃないかなと思います、うん、はい、ということで今回はミニミニトーマス第2弾でした。